どうも、タカオヌスです。今回は工場キャラ、堀川雷子です。工場キャラにもかかわらず、インフレを象徴するような火力性能をしています。まず、着目すべきは自己完結性能です。命中率2段階上昇、霊力 1.00 上昇に加え、能力、スキル、そしてラストワードの攻撃前、ステーカ効果で合計陽光6段階上昇、速力に関しては、乾燥の10段階上昇に達します。そのラストワードですが、全バレット高い補正値の残熱弾であるため、速力10段階上昇をフルに活かすことが可能。さらに、全バレット容器レーザー弾でもあるため、貫突普通の魔法使いと相性が良く、これだけでも高い周回性能が伝わるでしょう。ブースト追加型も2ブースト目で火力が出るタイプで、霊力 1.00 上昇がうまく噛み合っています。バレットは、コウマ島に欲しい日属性3バレットに加え、火属性も3バレットあるため、コウマ島でも活躍できそうです。特攻範囲こそ狭いものの、特攻が刺さらなくても同じ条件であれば黒ヨウム、赤マリサ、トヨヒメなどの周回火力くらいは抜き去ってしまい、特攻が刺さった場合は天使と同じくらいの火力といった感じです。この高い火力に加え味方全体の速力も上昇するため、高い補正値の残熱弾持ちにもかかわらず速力上昇手段がないメルランとの相性が良く、赤マリサ2人フルオートに適性があります。ライコの方もメルランがファスト持ちであるため、ラストワードの要望ダウンの恩恵を受けられ、この2人のセッションは完璧です。このように赤マリサ周回でも活躍可能なライコですが、他にも強みがあり、例えば大連を全体1枚付与、大連フルブレイク編成はすでに確立されていますが、コウマ島高階層5の倍数の回は赤マリサのような7枚結界の敵が出現して、従来の6枚ブレイクだとフルブレイクまで1枚に変わりません。そこでライコの大連を加えることで7枚ブレイクが可能になります。またライコはパワー連携持ちでもあるため、サポート面もしっかり抑えています。高性能のライコではありますが、欠点もあり、ショットスペルカードがいまいちです。一応拡散ショットでブーストなしの弱点ブレイクが可能なものの、それ以外の弱点ブレイク性能は微妙といったところです。スペルカード2種単体のため、せっかくの攻撃前ステカ効果の大電付与も活かしづらく、ラストワードに陽光3段階上昇絵札をつけてしまうと、星5だと陽光速力のセットアップも必要としません。つまりライコの性能を活かすにはラストワード解放前提になります。ピックアップは終わってしまいましたが、7月末には工場入りするので、引いた人はラストワード解放を視野に入れて育ててください。以上、参考になれば幸いです。